再生可能エネルギーの発電施設を森林に設ける事業者への県独自の課税についてです県は森林の開発面積が0.5ヘクタールを超える施設を課税対象にする案を示しました県は森林を開発して太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの発電施設を設けようとする事業者に課税し経済的な負担を重くする仕組みを示すことで

先月の時点で34の事業者が計画している41の事業に上ります。県は独自課税について2024年度の導入を目指し、来年6月の議会に条例案を提出する方針です。